まだ青くて拙い、脆くて足りない、小さくて弱くてどうしようもない。知りたかったんだ、成功と失敗、丸と罰と境界線を引く、そしたらどこだろう。それじゃあ罰がないにもなって、失敗を乗り越えたとしたら、それをなんと呼ぶんだい。いかの名前をつけよう。夢は叶わない、願いは届かない、だから歩くのをやめてしまうのか。努力は報われない、誰も認めてくれない、だから走るのをやめてしまうのか。弱ってしまうのか、やめてしまいたい。人間が普通の 100% もあった、でもその全てちっぽけに見える、一つやった、踏み出すため言葉のどうしたらどこだろう。大人になったらあれになりたいとみんな言うんだけれど、じゃあ何にもならないんだろうか。今日の僕は3年前誰かが夜空に投げた言い訳はもう忘れた。必要のない言葉はいつか地図その歌にでもしよう。必要ないから、いくつもの風